PM ジュノのサロン喫茶守備。TY1963 ムーン SI スタジオからお送りします。PM ジュノサロン喫茶守備。メインパーソナリティの守備です。毎週土曜日夜10時から放送しています。この番組は私守備の何気ない日常、最新の情報、そして皆様とのトークをお届けしていく番組です。いらっしゃいませ。今週もサロン喫茶でぼーっと聞いていってください。はい。2013年8月12日土曜日夜10時となりました。皆様、サロン喫茶へようこそ。いかがお過ごしでしょうか。まあね、ちょっとまだまだ暑い日々が続いておりますね。暑い、暑すぎる、そして台風もやってくる、なかなか気候は許してくれないな、涼しい日々を与えてくれないなと思いながら、日々を過ごしておりますが、まあまあでもそう言ってる間に秋もやってくるでしょうね、一番大好きな秋がやってきます。何でしょうね、その涼しい空気、澄み渡る空気っていうのを感じることができる、夏が終わりの、夏が終わるあの一瞬、あ、この風来たなっていうあの瞬間が一番幸せですね。はい。守備、最近思うことがあります。この、まあ、世界で皆さん恋愛を、恋をしていたり、夢に向かって自分のもの、何か自分のアピールをしていたり、そして一生懸命日々仕事をしていたり、皆様いろんな日々を毎日過ごしていると思うんですけど、なんかそんなそれどころじゃない世界になってほしいなって最近思います。それはまたなんか巨大な隕石が地球に向かっている、もうみんな仕事どころじゃない、恋愛どころではない、生きていくそれに向かってみんなが考え始めるとか、そうですね、本当に地球の危機になってほしいなって、そうなんかすごいマイナスな、思いですけど、毎日そう過ごしていると、なんかそう思ってしまいますね。何かその刺激がもっと欲しい、今生きている感覚があんまりしない。やっぱりそういう危機を乗り越えてこそ人間って、あ、やっぱり自分って生きてたんだなって、なんかそんなね、思いを持ちたいなって最近思います。何を言ってるんだ守備、何を言ってるんだ、そう思いの方、皆様いらっしゃると思います。サロン喫茶のそこにいるあなた、それでいいんです、それで正しい考えなんです。私守備は何も感じ取れないですが、この守備というこの人生を一つでも、ほんの少しでも、このサロン喫茶でお届けしていきたいなと思っています。はい、ということで、今週もここで一曲聴いていただきます。私守備、中学生ぐらいから結構好きで見ている番組というか、まあドラマですかね、ありまして、アメリカで放送されていたハンナ・モンタナっていう
結構シーズン5ぐらいまで行ったマイリー・サイラスさんが主演のドラマがあるんですけど、そのまあマイリー・サイラスさんが演じるハンナ・モンタナが大スター、その大スターが自分の身を隠しつつ日々を過ごしていくっていう、そんなドラマなんですけど、そのハンナ・モンタナが歌う一曲です。 I got never。We haven't met, and that's okay. 'Cause you will be asking for me one day. Don't wanna wait in line. The moment is mine, believe me. Don't close your eyes, 'cause it's a chance worth taking. And I think that I can shake you. I know where I stand, I know who I am. I would never run.マイクが入ってませんでしたね。すいません。聴いていただいた曲は、ハンナ・モンタナで、I got none! でした。はい。PM10 のサロン喫茶守備。それではこのコーナーに参ります。守備で語るじゃないね、なんだったっけ、憧れ様。はい、こちらのコーナーでは皆様が小さい頃に憧れていたこと、そして今もあなたが憧れていることを紹介していくコーナーです。
憧れメッセージお待ちしております。はい、それでは、今週もまだメッセージが届いていないので、守備の憧れを紹介します。これは守備の憧れというよりかは夢ですね。これからの夢。さあ、この次守備何をしようかなと思って、何をしようかなというよりかは、まあこれをずっと思っていた、これを、そうですね、高校の時からずっと思っていた、実現できたらいいなと思っていたこと、守備。次はニューヨークタイムズスクエアで和太鼓を叩きます。叩きたいという憧れ夢でございます。はい、もう小学生の頃から和太鼓というものに、向き合ってきて、そして教えていただいて、いろんな出演、いろんな叩き方、いろんな方と出会って、いろんな方と一緒に太鼓を叩いて、そしてもう、23年になるんですかね、太鼓と、出会ってから、この和太鼓というものをまだその自分の中で確立して、完璧なステージ、完璧なパフォーマンスというものはできていないんじゃないかなと思います。まだ全然ちゃんとしていない。ただこの和太鼓というものをなくしてはいけないなと、一度、もうやめた時期、こんなことをやってても意味ないみたいな、そんな時期もあったんですが、そこからまたその気持ちを蘇らせてくださり、まあそれも、先生方、そして周りの方のおかげですね。まあ主にもう先生方のおかげですね。その先生方がいたから、その存在があったからこそ、今も和太鼓というものを続けていられているんだと思います。このパフォーマンスを一番どこで披露したいかというと、これが大好きなニューヨークタイムズスクエアですね。あそこで、あの場所で、大道芸じゃないですけど、パフォーマンスを、ストリートパフォーマンスをしてみたいという、次の夢です。これはずっと憧れでもありましたし、こう思い続けている限り、多分、絶対実現させるんだろうなと、自分は思います。というか、実現させます。実現しないと、死ねない。ですね。はい。ニューヨークタイムズスクエアで和太鼓をパフォーマンスしたいという憧れ様でした。皆様の小さい頃に憧れていたこと、そして今もあなたが憧れていること、憧れ様メッセージをお待ちしております。ラジオネームを添えて、メールまたは Twitter メッセージ、YouTube コメント、YouTube コミュニティ投稿でお待ちしております。メールの送り先は、守備@gmail.com 守備@gmail.com shvii10@gmail.com です。TY19636MOON SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間です。はい、ということでまた来週お会いしましょう。今日はこんな放送でした。ありがとうございました。バイビーシュ。